今回、ハンティングクエストと一緒にやってきた、この水着のピックアップ、もう脈絡もクソもないからな、本当に。一 個前のピックアップぐらいからもう、なんかとりあえず全然復刻してないから、水着イベントを復刻するぞーっていうので、水着キャラポンポンポンって復刻してるイメージあるけど、本当にね、うんって感じだよ。で、俺毎回思うんだよな。こういうさ、ピックアップ来るたびにさ、誰か強化来てくれたら熱いのになーってめっちゃ思ってるのに、なかなか強化来ないんだよなーっていう。そう、アニバ前の水着復刻は定番にはなってはいるんだけど、今年は去年の水着が復刻したから、ちょっとえって感じだね。いつもだったら、去年の水着は復刻せずに、あれ、2年前の水着復刻するぜ、みたいな感じなんだけど、基本そういうの関係ないからさ、わーわーって思いながらめちゃくちゃ見てる。いや、そうなんだよね。逆にガチャ金できるって考えるとめちゃくちゃいい。ここでね、意味わからないさ、ピックアップで、まあ例えばで言うとキャストリア復刻とか、光子ヤン復刻とか来ると、あ、積んだってなる人はなるけどさ、水着だった場合、かっこ2016年産の水着なんだよね。超初期の初期の水着サーバントだったら、まあ別にええかっていう感じだからさ、まあ一種温存できるってことを考えるとセーフっていうのはある。実際ね。まあもちろん水着アルトリアのピックアップのタイミングでなんか強化とか入ってきたら話は変わるんだけど、多分強化もなさそうだしなーって考えたらねっていうやつ。けど正直もう星4のキャラクター強化してよくね？正味。タマモも強化してほしいなって俺は思ってるんだけど、水着アルトリアは現環境も強い。タマモが正直弱い。アンメア、マルタさん、サモさん、キャスターのマリー・アントワネット。この中で言うとあれだね、キャスターのマリー・アントワネットと水着アンメアマジで使う場面ないから、この二人強化してもいいなーって思うし、サモさんとマルタさん使える場面あるけども、まあ、ちょっと強化してくれると嬉しいよなっていうのもあったりするからさ。やっぱ、なんか、ただ適当に復刻するよりもさ、ちゃんと強化してくれると嬉しいよね。普通な、シンプルな防具強化とかでもいいしさ、NP ついてないキャラクター NP つけるとかさ、まあ、味方全体バフ増やすとか、何らかしらやってくれるといいなーって思ってるけど、実際何もないしなっていう。ちなみに今回のピックアップに関して、まあ先ほどお話ししたけど、まあガチャ引く必要っていうのはほぼほぼないので、今回はスルーしていいと思いますよ。水着のタマモに関して正直そこまでだし、水着のアルトリアもそこまでだしっていう感じなんで。まあ、なんか強いのは強いんだけど、無理して狙う必要はないよねっていうピックアップだから、素直に周年まで温存する。っていうので、OK だと思う、石は。ただ、運営が嫌がらせで、この後、2016年の水着サーバント超絶強化ですってやるのは、ある。マジね、ピックアップが終わった周年のタイミングで、めっちゃ超絶強化するって結構あったりとかするからさ、本当に、本当に怖いんだよね。まあ、って言っても、現環境入ってくるレベルの性能になるわけでは多分ないと思うし、別にいいかなって感じはする。個人的にな。今の攻撃の今流行り攻撃時 NP だぞ。20%だったら許す。10%だったら正直微妙って思ってる。まあ趣味で引きたいんだったら引けばいいとは思うね。実際。ただ、趣味とかそんなん関係なしだったら別にいっかなーってやつ。と、ラスベガス組は来てないんだよね。今回の水着のピックアップなんかさ、いびつでさ、どこだったっけ？ 2024 年水着第2弾のピックアップ下行ったらあるかな？過去の。あ、あったあった。あ、まあ一応、いや違う、あれ、ラスベガスじゃねえわ。地味にないんだよね。しかもここのピックアップのやつちょっと変わってるしみたいなんで。どういうタイミングでどういう風なスケジュールでピックアップ、水着のピックアップするかわかんねえからさ、なんか割とわからん。まあそこら辺はもうしゃあないって思えばいいんじゃないかなって俺は思ってる。キャストリアピックからのおでこセイバー有利5倍の悲劇を忘れてはいけない。けどあれ別にじゃない？あれが来たところで水着キャストリアの価値なくなるとかはないし、結局。そこで水着キャストリア引いた人は、どうせこの後、笑顔になるからな。ね、笑顔になってるはずだからな。
だって実際今回のハンティングに関しても、まあ一応即死が最強です。チナ、あのこの浴衣のなんかよくわからねえイケスかねえ顔のドーマンっていうやつがいるんだけど、こいつが最強っていうのは事実なんだけど、まあそれは置いといて、水着キャストリア90プラプラで運用できたりするし、結局そこはあれなんだよな、引いといて損ないんだよなっていうのはある。まあだから、まあ水着のここら辺のピックアップは引いといた方がいいんじゃないかって思うかもしれないけど、まあ NP チャージ持ってるキャラクターマジで少ないんで、ここまあスルーしちゃっていいんじゃないかなって俺は思ってるよ。俺はね、ラスベガス組はどうなんだろうな。水着武蔵って一応復刻してた気がするんだけどさ、今年の新年にしてたはずだよな。まあそこで、いや今年はそのキャラクター違う、今回の水着はそうではなく他のところにしようとかあるかもしれないね。ただまあそれよりもやっぱりこのピックアップだけが一番謎だな。2024年の水着ピックアップ、ここが、あ違う、2024じゃないわ、第2弾のピックアップ、なんか片方のピックアップなくてさ、あれ両方ピックアップじゃなくて片方だけピックアップってなった瞬間さ、ん？ってなるからな。どういうことなんやって思う。このピックだけはマジで謎。ここはちゃんと2023年水着ってやって、で今回のね水着タマモも2016年の水着ってやって、あそこだけ2017年と2000なんぼだ、18ぐらい9かもしれん、ちょっと覚えてない、そこら辺の水着ってなってるからマジわかんないよな。まあけどこう考えるとあれだよな、めっちゃ水着イベントっぽくない？今水着イベントやってるんだなって錯覚するピックアップなんだけど、逆にそうか、水着以外のピックアップって一切ないんだ。そう考えるとまあ平和なのかもしれない。まあ石が温存できるっていう意味ではな、いいよな。まあ、ちなみに1日1回召喚すら白銀の鳩は引いておりません、今に関しては。まあ引いてもいいかなって思ってるけど、やっぱ周回で使えるキャラ引きたいなーって思ってて、割とここら辺引いてないんだよなー。まあ正直星4のキャラクター普通に宝具重ねてっていう理由で宝具重ねたいとは、あれ1日1回召喚か、引いてもいいなとは思ってるんだけど、まあまあまあ今ではない、というかハンティング来ちゃったせいで今ではないよな。正直石使うんだったらこっちに使いてっていうイメージがあるんだけど、どうなんだろうなとは思う。水着ジャンヌって人気なイメージあるけど性能いい、いやキャラの人気がすごいのと、昔はあれ水着のシステムっていうかアーツのシステムできるキャラクターがそんなにいなかったから、水着ジャンヌ簡単にアーツシステム組める強いっていうのでめっちゃみんな好きになったって感じだね。ただキャラ人気の方がすごいかな。あの時期はやっぱ FGO の同人フェスいろいろやってて、同人盛り上がりもすごかった時期だから、ヒョンってやっててわーっていうやつだったね。正直水着キャラ出したくなかったとか、なんかまあ代わりに出ないってことは、まあ周年、あ今回水着で来てない子たちに関しては周年の復刻とかで来る可能性は十分にあるから、まあそこはちょっと楽しみだなとは思ってる、一応ね。